みなさん、こんにちはちるちる商業ビ b ルレビューサイトちるちる記者の綱吉とほぐですはい、ということで本日のテーマはこちらですはい、えー、読んだら虜になること間違いなし、えー、クセツヨ攻めベスト3イエーイ,イ,エーイじゃあなんか今回そのもうこのクセ用ヨ攻めのなんかあの定義というか、うん、ちょっとなんか説明いただいてもいいですかねあ、そうですねあのクセ用 <laughs> っまあいろいろあると思うんですけども、うん、あのー、言い方はあるかもしれないですけど、うん、様子がおかしい系のね、<laughs> あのー、そういったキャラクターがねたくさんいらっしゃると思うんですよ。そうですねで。その中でも特に攻めの方で、こう特にこう受けに対するお気持ちだったりとか、うん、普段の行動だったりとかが、うん、なんかおかしいな。 <laughs> まあちょっとくすって笑っちゃうような感じのキャラクターをねあの思い当たるところを我々考えましてそ,、ね、その中でもね特にこれ癖強くないっていうものをね,そうですね今回はピックアップさせていただいて、はいはい、テンション高めの作品というかなんかあのシリース系のそのや,やばいみたいな方の癖強というよりかはっていう感じのそっちではなくっていう感じでちょっと集めてまいりましたので。うん はいえっと綱吉が選びました第1位がこちら、はい、中原くんと宮田部長です、はい、もうめちゃくちゃいいんですよ LINE <ー>漫画さんでやってるんですけども、はい、私なんかちょっと LINE 漫画さんであのー、連載してるものを結構チラチラチェックしたりしてるんですけども、うん、あのー、めちゃくちゃ豊作豊作というか <laughs> なんかほんと何目線なんだ <laughs> って感じなんですけども、うん、めちゃくちゃ。 いや、もうあの日常を支配されるぐらいハマ、はい、ってしまうんですよ。<ー>あの、はいはい、こういうアプリ系のものって1日1話更新だったり、うん、あの1日なんかチケットを使って更新とかあると思うんですけども、うん、あの課金をすれば続きが読めたりするんですよ。私、結構その綱吉さんからの情報で line 漫画システムにすごく詳しくなりましたよ。<laughs> でも、あのなので、別に待てなければ先に買って読んじゃえばいいんですよ。もうだから。<laughs> そうやって読んできた。読んでいる。<laughs> うん、現在もね。読んでいる作品なんですけども。あのー、タイトルにある通り、中原くんが左側にいる。<laughs> あの攻めの黒髪の方で <laughs> うん、うん、宮田部長が右側にいる。あの金髪かな <laughs> の方なんですけども。中原くんが宮田部長のことをめちゃくちゃ好きっていう漫画です。はい、は,いは,いはい、はい、もう好きすぎておかしいっていう漫画です。<laughs> 本当に <laughs> すごい。採用で説明が完了しる。終わりよって、はい、あのー、2人の。 この覗いていいのかっていうぐらいラブラブうんなんだろうういういしすぎるはい,はい,はい、はい、は常に描かれておりましてストーリーというかざっくりしたこの二人の出会いまでのお話なんですけども、はい、中原んの方が今高校1年生で、はい、宮田部長の方が高校3年生なんですよ。はいはいで 宮田部長を追ってこの高校に入学してるんですよ。えー、まずそれが、はい、それがちょっとちょっとじゃないですかも長原くん普通に頭良くて、うん、他にも行ける高校あったのになんかそこじゃなくて、うん、自分であのー、探して探してあのー この宮田部長がいるところを意図的に選んで入ってるんですけどもたまに聞くやつだほんとほんとあの中三の時に中春くんが中3の時に宮田部長は高二でその高校にいてあの高校の文化祭に中学生だった中原くんが行くんですよでそこであの宮田部長が作った屋台かなんかで出してた焼きそばを食って美味しすぎて好きになるんですよ面白いですねはいそれが本当になんか うん、でも好きにならんやろって思うんですけどでも好きになるんですよねこれ読んだらちょっと雰囲気がわかると思うんですけどもであの宮田部長がそうなんかこう料理作るぐらい結構お料理上手で調理部に入ってるんですけども調理部の部長ってことですかそうなんですよなるほどなのではい、はい、永原君が入学したその1年後のタイミングでちょうど宮田先輩がねうん、うん、もう3年生に上がって調理部の部長になっているのでこう 部活の青春ものでもあるんですよ。中原くん、もちろん当たり前のように調理部に入って。<laughs> 先輩がいるから調理部に入って、はいはい、あ。もうこれは様子のおかしい認定です、ね、いやそうなんですよ。もう、はい、えっと中原君の方がまずめちゃくちゃイケメンなんですよ。はい、もう入学してきた。新入生1イケメンなんじゃないか？っていうぐらい。超イケメンでだけど、そんなイケメンになんか好かれる。 ような感じじゃないんですよ。本来、宮田部長はま読み進めていくとね。部長の可愛さとか性格とか分かってくるんですけども。ただ一般生徒としてその世界にいた場合、うん、宮田部長のことは多分そんなに気にならないんですよ。だけど、だけど、なんか中原君にとってみあの部長が唯一無二すぎて。うんうん、何しても部長が何しても、うん、部長と何しても。うん もうなんかすべてがバラ色っていうか、<laughs> なんかそういうところが国姓強ポイントだなって思ってて、なんか好き好きっていうほらダダ漏れの攻めってたくさんいると思うんですけども、カロくんはあの付き合ってないのに <laughs> まるで付き合ってるかのようにずっとなんか振る舞うんですよ。<laughs> いややばいですね。これ本当に本当に付き合ってないよねって <laughs> はい、はい、あの何回も確認したくなるぐらい、うん、絶対に彼氏のテンションで部長に接するんですよ。はい <laughs> で部長もそれ部長は結構鈍感なのでそういうのあんまり気づかないんですよ当初は。だけどなんか気づかないのすらちょっとま見てるこっちはちょっとかわいそうになっちゃうぐらい中原くんは思いっきりグイグイ部長のことをねしたってなんか調理部に一緒に入って一緒に料理作ってるとかもあるわけですし調理部の中で例えば料理一緒に部活の一環で作ってる時にあの。 なんか新婚みたいだなって思ったりだとか<笑><笑>頭の中ではもう何ステップも先がうもう先に行ってるんですよ。<laughs> 中原中原君だっけ先に行ってて、でしかも結構あんまりそれを口に出さないので <laughs>、うん、あの。 無言で熱い視線で、を、部長に向けてるっていう、コマが、な、はいうん、何個もあるんですよ。<laughs> 部長からしたら、ただ何も言わずに、こっち見てくるやべえやつじゃないですか、うんうん。そうですよね。だから、なんか、うんうん、たまにそういうのするのやめてって、なんか言、うんうん、言われちゃうぐらい。うんうんうん あの読者としてはね中原君の頭の中知ってるんですけど知らない本人からしたら相当怖いですよなんか結構中原君ん心配する声がコメント欄でも寄せられてますよ。もうなんかこの子大丈夫かなって思っちゃうぐらいコメディでちょっと天然っぽいんですよ二人ともおそらくだからちょっと外野がしっかり突っ込み入れていかないと二人でどっかの世界飛んでっちゃうのでちょっともう引き止めなきゃいけないんですけど。 付き合うまでね、<ー>こう行くその流れ中がずっと付き合ってるみたいなので、うん、なんか不思議なんですよね、この漫画。なかなか見ないテンポ感のやつですね。まあうん、そちょっとシュ,シュールさもあります、結構。 私結構シュールめのやつ好きなん。あ、本当ですか。そしたら、すごいハマるかもしれない。ちょっとたくさん話数続いてるんですけども、もう一話から読み返したら。本当に止まらなくなるので、もう一位に選ばさせていただきました。間違いなく、くせつよです。これは完結を。まあ、まだです。ないんですけど、続いてるんですけども、あの。本。単行本が出ることが。決まり、決まっております。 これで、はい、これその妄想先走り系の切強さという感じ。えー、えー、気になりますね。ちょっと読んでみようかな。はい,は,いはい、はい、はい、ありがとうございます。はい、山口すぐり先生の、えー、さくらんぼラブテロリズムでーす。イエーイ。これ、おもろ。おもろ。<laughs> これ、すごい、私もう癖になってしまいまして。<laughs> あー あのこっちの金髪の方のちょっとあ金髪の方が攻めなんですけどもうなんかすごい様子がおかしいんですよ、はい、これは様子がおかしいと思います<ー>な,なんですかねなんかまあ三ことで説明するならこの攻めはすごいなんかあのなんか問題なんか天然でなんかマイペースだしド M なんですよ天然で、ね、天然でマイペースでド M なんですよの最後おもろいな ウケ <laughs> の瀬戸くんのことが大大大大大好きなんですよで <laughs> そのなんか瀬戸くんに叱ってほしいんです彼は <laughs> で叱ってその瀬戸くんの方は風紀委員やってるんですけど風紀委員の瀬戸くんに叱ってもらうためにわざわざその彼がその服装チェックをしてる日だけぐちゃぐちゃに制服着崩して前に現れてあの なんかけしからんみたいなことを言われてすごい喜んでるんですよ、うん、で可愛いいななんかそれに瀬戸くんか,君からしたらなんか迷惑行為じゃないですか、うん、えそうなんですよねなん,なんでこいつ <laughs> ちゃんとしろよっていう話ですよねそうそうなんでこいつ俺の言うこと聞かないんだ僕の言うこと聞かないんだみたいになるじゃないですかでもうこんなにその手を煩わせられたら困るってなってあの生徒指導してやるみたいな感じで個別で呼び出したらもうあのこっちのね攻めからしたらもうご褒美タイムでしかないのでうん、うん、<laughs> もう制服 ぐぐちちゃゃにししててわわざわざ遅刻していくんですそれでめっちゃ怒られてなんか喜んでるみたいな感じでずっと進んでいくの本当にもう大好きなんですこのセ攻めの池尻君はんあの瀬戸君のことがですね。ででもそのなんとかそのなんか真面目というかそ,のうそういうぐちゃぐちゃに制服着崩すとかやめてほしいから。あの 言うんですけどなんでなんかじゃあ自分のこと好きになってもらってうん、うん、いうこと聞いてもらおうと思って催眠術にかけたらなんかあのすごいあの好き好きって言い出して <laughs> 襲われるんですけど <laughs> なんか「えいいのいいの」みたいな僕池尻んは瀬戸僕瀬戸くんのこと大好き大好きみたいなって鼻し出しながら抱くみたいな <laughs> 怖いよもう本当に <laughs> い怒られてるみたいなちょっと様子おかしい。<laughs> もうなんかずーっとおかしくてね、すーごい、あと、えぎまくるんですよ、この攻め。<laughs> 攻めあえぎとかの次元じゃなくて、もうなんか喘、あえ<っ>、でもうなんか、脳が錯覚するレベルで。<laughs> めちゃくちゃ声出すタイプ。<laughs> そうです、ね、<ー>なんか 何ならハートがつきながらもうなんかやめてみたいな感じでっ <laughs> ねそこっちの院長タイプのあのこっちの瀬戸君の方がどっちかっていうとその2人の関係を主導権握ってるというかはい、はい、なんかしっかりしろみたいな感じで話出してんじゃないみたいな <laughs> え超いいそそうううななんんですよ、ね、もうなんか構っ,ってほしくてほし,、うん、しくてしょうがないんですよもう池尻<ー>君はこのかわいい受けの。 瀬戸君にえーめちゃくちゃいいですね。この攻めすごいもう、まあ、な,なんか攻めがド M っていうのがねもうすでにすで<う>にいいですね。ド M 攻めって私これで結構初めて読んだぐらいだったんですけど、うん、あんまりやつもないですね。そう,うん、うん、めっちゃ面白いんでうん、うん、おすすめですであので結構そのなんか普段はボーっとしてる感じだしなんかド M だしなんかちょっと大、うん、大丈夫って感じの攻めの池尻くんなんですけど <laughs> あの <laughs> なんかその決めるところはちゃんとバチッと決めてくれるというかこうマイペースがゆえに何かこうあのしっかりそのなんか好きだからこうしてるとかその,飾りのない言葉を投げてくれるんですよね瀬戸君が大好きっていう気持ちはずーっと変わらないのであのそこに対してはこうなんか瀬戸君が安心するようなことを投げかけてくれるところとかもギャップがあってすごいなんか素敵というかもうキャラ強烈ですごい虜に。 なりましたね。これかなり私好きそうなんですけど。すごいですよ。だって、あの、乳首、受けの瀬戸君に、足で乳首、ほらほらってやられたりとか。え、受けのうん。受けがやるんですか受けがやって、それ喘いだりとか。やばい、やばい。縛られ、縛り上げられたりとか。緊縛されちゃったりとか。 なんかねちょっと事故事故というかなんかなりゆきでなんかおいんですよ <laughs> ちょっとシチュエーションもね面白いです、ね、そうは話し出しながら相軍そうです話し出しながらやってます <laughs> もう話ボタボタ垂らしながらやってますよへえ <laughs> <ー>そう面白いです本当にあとんでもないななんでもうこれは本当に苦節よと言っていいのではないかと思いますね可愛 <laughs> <ん>い,いんですなんかのだんだんどっちが攻めだったか受けだったかなんか分からなく なってくる <laughs> ねるこの表紙見た感じね、うん、なんか受けの方普通なのかなって若干思っちゃいましたなんかされるがままなのかなって思っちゃったらああむしろ逆って感じなんですね。主導権握りまくりですよ<ー>で,で受けは受けですごい真面目な子だから<ー>か一生懸命なんですよどうにかして生子尻をちゃんと構成させようってことで頭がいっぱいだからそのためにはなんかでそれでいろいろこう真面目にやった結果<ー>あれなんで俺 あの、僕、お尻を掘られてしまったんだみたいになって <laughs> <laughs>、うん。なんか、、掘られてから気づくみたいな。<laughs> やっぱり、これ、どっちも、くせつえですね。す作品がくせつよです。すごい。<laughs> そう、なんか、結構、せめ、めがまず、すごいキャラなんですけど。松本さん、さっき言ったの、綱吉さん理論でいくと、それについていってる。うん 受けの方もなかなかだなという感じなんですよね <laughs> なるほどなるほどっていう感じのあれですいや面白いですねでも私これ本当に読んだ時初めて読んだ時ハマりすぎてなんか三四週ぐらい一気にお読みした何回も何回も <laughs> すごいスルメじゃないですか <laughs> そうスルメですもう何回でもやっぱり、えー、池塾くん可愛いのであやばいいいんですねなんかそうそういうなんかちょっと攻めの情けない姿とか私結構好きなんですけどなんかそういう情けない姿をなんかかっこいい 決めたいタイプのなんか左のそういう左にそうな男の情けな姿が好きな方はちょっとハマりそうですね。そう情けないけどあの攻めではあるな間違いないっていうのが好きなタイプにはちょっと形を合わせるのでぜひって感じですね。<laughs> めっちゃ面白いです周りに出てくるサブキャラというかその池野瀬と君のお友達とかもすごい面白いのででもめっちゃテンポ良くて手間に読めてしまうので <laughs> ぜひちょっと よ用っていうその作品を探すと自然と自分の新たななんか出会いがあったというかね、はい、新たな好み好きだなって思う扉も開けたのがめちゃくちゃ良かったですね。そうなんですはい、はい、ということでじゃあ本日はここら辺でせーの。バイチルー